こんんば久保さんです。さんでございます、今回もどうぞよろしくお願いします、もう今、夜でしょ、夜ですね。夜になるとやっぱり僕はお酒が欲しくなるんで、確かにね、最近、おっさんになったかしらんけど、熱燗のうまさがよう分かってきましたわ、熱燗2号が死ぬほどうまい もうねここのね近くのねいいええ、あの上川南店っていう湯豆腐屋があるんですよ、ね。はい、わあいいなー。おっさんやな。この感がねもう最高。あとあれやわ小森さん、えー、あの青い島でこの前いただいたヒレを炙っての家で飲んでんけど。おおヒレ酒。ひここやっぱ五十過ぎてからやなヒレ酒のうまさわかるんあ。あんまりそうですよね二十二三分わからないですよね。ねうん、あの甘みと、うん うま、ん、み、えげつないな。いや本当にありがとうございます。ひれ酒はうまいわ、う <laughs> まいすいません。でも、はい、その酒が、うん、なんかこうやっぱりまあオミクロンはまあ問題なんですけど、うん、なんかこう酒が悪者にされてるのが<ー>なん。 かね、もうつら、うん、くてつらくてまあ、うん、だからやけ酒って仕事でもないんですけどこの前駒さんあ,の、えー、あれやねん俺ちょっと喉やってね喉、ええ、がちょっと痛くなって、ええ、病院に行ったんですよ、ええ、かかりつけのほんなら黒田さんカルテ見たら、うん、去年のほぼほぼ同じ日ぐらいに、ええ、同じ症状で出てると。 ほんな一そで来てると俺は、喉が痛い。ということは、これ、乾燥してこうなってるんやろうなっていうのがあったんで、ああ、ほんなら先生、前の時と一緒で、乾燥して、僕ちょっと仕事続いてたんで、で喉ちょっとやられたんですねって言って、でも、熱ないんですよって言って、別に咳もせえへん、何もないです、ただちょっと喉がが危害がする早めに来ましたって言ったら、分かりました、検査しましょうって、え、なんのいやいや、あのオミクロンの。いやいや、せいぜい、僕、熱ない、い咳ない。 で別に鼻水の名もないいだけ、うん、オミクロンは、うんね、僕あの、検査もしてるんですよ、仕事で、PCR で、オミクロンっていうのは、今の症状、うん、あの前の、えー、デルタ株は、うん、咳が出る、はい、熱がすごい出る、えー、オミクロンは、ああ、き今日なんか疲れてるわ、陽性の時あるんですって。 それで言うと、なんもない人を、何なんもない人をランダムにやったら5、5%やったかな、うんあの、陽性やったっていうのも出てましたもんね、うんうんうん、だからあ<ー>あの、別にこれね、怖がらせるとか、その社会をなんとかすると思ってるんじゃないんですけども、うん、全員、日本に調べたら、何倍かいくと思いますよ。 ああまあ、確かに、ね、いや、もうこのところの、ね、先週ぐらいから、先々週ぐらいからの増え方って、もう PCR 検査してる人、PCR 検査場に行列できてるでしょ、えげつない、ね、もうあんなに寒い中待ってたら、風邪ひくでってで僕もその行った時に、いっぱい来てはったんです、耳鼻咽喉科に、ええ、ほんなら、まず聞かれるのが、2回ワクチン打てましたかと、はい、で僕は打ちました、うん、ここにおった女の子は、私、打ってないんです、うん、だからちょっと届でてくださいと。ああ 外で一回まず検温して、<ー>でな,なんだな、外でって、オミクロンは一発なんです、うん、一撃でうつるからでただおっしゃるみたいに、うつ、ん、ったとしても、うん、僕のね、ちょっと実はあの親戚が、うんえー、なったんです、えー、全員、はい、兄弟でえっ、ー、で、奥さんと旦那さんと子供二人おるんやけど、うん、奥さんは完全無症状です、うん、よよせい。えー 旦那40度の熱、長男40度の熱、うんで、これ、無,無症状、うん、この2人も40度で出てて、次のにガーンって下がったんですって、なんもなしで、す誰も熱出なかった、ただ、2週間ですよね、そうなると、仕方ないだから、そんだけ移りやすいけど、うん、まあ別に僕、プロじゃないか分かりませんよ、<ー>重症化っていうのは聞いたことない そうなんですよだから僕の周りでももう社長さんとかいろんな人らで「うん、いや実は」って言って普通に連絡して「いや、うん、実はずっと家にいまして」言って「こうこうこうで」で<う>何日目で「暇です」うん、言って、うん、言ってあるんですよね。でいやだからそのことがまあその僕も別に風邪としやとかそういうことは言いたいんじゃなくてその。 悪いことの,その悪さの原因が全部酒みたいに言われるのがね、うん、なんかもうずっとさ寂しいというか、まあ、結局ひ、ねひ、一人で飲んでるんですよ、うん、結局、この辺でどっか行って、一人でで飲んそれもあかんってことでしょ、要は。 だからいろいろそういう制限はあるんですけどそんな別にそのみんな連れ立って「ああ行くぞ!」言うてやってないからそんな友達いないから、うん、だから黙ってこうじビジビ飲んで女の別にコロナ関係なし一人飲んでないです <laughs>、えー、か読者尺」読っていうね 読尺っていいことだと思うんですよ、ね、あいませ朝旭川にね、読尺三四郎っていう、ねえー、お店があって、えー、もうそのタイトルだけでも入り,たい入りましたけど、ね、えー、なんかこう、うん、だから、うーん、全部が気持ちが沈む気はしますね。ね 結局、まあ、低の,のアルコール消毒と喉で飲むアルコール消毒はさアルコール消毒とかそんなもんだ、うん、ないですけど、うん、僕がもずーっと思っているのは結局、うんその、ワクチン打つのも免疫をつけるってことでしょ。で要は風邪にしても何にしてもどんな病気にしても免疫力が 高いいい方がと僕なんか実は体温、もともと低いんでね、低いんですか、そんなにでかいのに、5度4分ぐらいなんですよ、平熱が、だから、ほんまに7度とあったらえらいことになるんですけど、でも、体温がそこそこ高い方が免疫はいいって言うじゃないですか、そうなもんなんですか、僕、そんなに知らなくて、体温が高い方がいいんですよ、だから結局、5度4分しかないの 僕だで六度三部とか。ああ<ー>、普通です、ね。いや、もう普通そうでしょう。だから、あ,あかんのよ。だから、その六度三部から七度五分なるのと、五度四部から七度五分なるのとでは。全然、ね違,うね、違うんですけど。うんうん、ほ本なら、結局免疫力は。うんうんうん 上げるっていうことを政府も尾身さんももっと言うべきやと思うんですよ、オミクロンが怖いぞ、いや確かに怖いし、デルタ株も怖かったしなんだけど、かからないっていうことをも、そんなん言うてたかって、ここの前の商店街、毎日2万人歩いてんねんかんこんなもんね、えーき、僕はそのお医者さんに聞いたら、ですよ、うん、お医者さんが繁華街行きましたかって、れ、えー、いや、それは僕らは仕事で歩きますよって、えー、歩いても移りますよって言われるん,、うん、ほんなんね、えー どないもできない。だそれやったらね。まあ僕は無学やから、こんな、あの、うん バンと言いますけど、うん、もうかかった方がいいんちゃうってなっっててますよかか免疫をつけた方が全部が、うんえー、って思っちゃいますよ、ねあまあ、最初もそういう話はありましたけど要は集団でのそういう免疫をつけるためには全体の7割ほどがかかったらそれ以上になれへんで実際問題オミクロン株でいうと,、えー、と20日ぐらいの段階で、うん、えと南アフリカとかそのイギリスとか、うん、そういうその最初に入り始めたところはもう。うん ピークアウトしてるんですよ。そうですよ。そしょ？それは。そういったインフルエンザの方だって年間1万人ぐらい死んでたっていうのでやったんですよ。人の命ね軽い思いはないかもしれんけど、やっぱ僕は年齢がいくつかともはっきり聞きたいです。もし亡くなったとかは。それはだって2歳5歳の子供が亡くなったとか、まあ10代の子が亡くなったって言ったらやっぱりそのね体力ある10代とか20代の子が亡くなったっまだそれ考えもあるんやけども、だからね所詮90とか。 の人が、その、うん、その、ほんまにそれなのか原因なのかなんて分かれへんじゃないですか。後から、後から検査したら、そうだったっていうのはあるかもしれんし。あいや、で、いや、だから、その、まあ、まさに、その、お笑いをやってはるから、そうなんですけど。免疫力をこう上げるって。 例えば笑いましょうとかっていうことをそれこそ政府広報としてね皆さん、免疫力を上げましょう、まあ、そのために例えばなんか発酵食品がええのか,何かし知りませんけどそういろいろありますやんかでそういうことをどんどん PR してもう,もう結局、マスクして手消毒する以上やりようないしでもこれ、もうあの別に政府意識違をするわけじゃないと、ええ、国民全員がもうへきへきしてる。うんで あのどうなんですか、政府は、ええ、免疫力を上げましょうっていうことは言うてるんですか言って、まあ、そらあの一般的なところでどっか書いてあるかもしれないけど、別に堂々と言ってないじゃないですか、人流より、えー、人数とか、そういうことは言います、経済を止めないかどうなか人間でもね、ええ、一番体に悪いのは、うん、どんな食べ物も,もんやとか、喫煙、ええ、だとか、ええ、飲酒とか言いますけどね、ええ、一番は僕、ストレスだと思ってるんですよ。はい、はい うちの相方が綾原君なんか、よく病気になるけども、綾原は自分で分かってるんですって、もうその原因が、例えば痛風になったとか、気をつけてるらしいんですよ、なんかだったとか、あいつ結構なるんですけど、必ず1ヶ月ぐらい前に、すごく腹が立ったりとか、すごく嫌なことがあったりとか、その時に必ずなんか出ると。ということは、気をつけてるけど、ストレスが一番やってる、僕もそう思うんですよ。だから 今言ってるみたいに、うん、例えば免疫力をつけるって何やねったらもちろん歩くとかもあるけどはい、はい、中にはね、ええ、いろんなカラオケで歌いたいんやとか、うん、コンサートを見たいんやとか,、ええ、かもちろんね、あのー、今のこのご時世やからいろんな縛りあったとしてもがん、ええと止められと時の人間のストレスの方がよっぽど。ええ、いや本当に 本当に、ええ、だからもうその免疫力を上げるにはどうしたらええかっていうところをだからそれこそワイドショーにしても怖い怖いっていうことを煽るんじゃなくてそういうことを伝えるのがほんまのみんなのためになるんとちゃうのでしかもやってる本人だって免疫力上がるわけやから一番よく分かれへんのが僕、ええ、あの県外に出るなっていうやつなんですよね。僕 最初の頃だって、神戸と大阪で淀川だってどうのこうだとか言うてましたからね。県外に出るなんてことって、俺、一番言うたらあかんような気しませんっていうかな、それが一体何なんなんのっていうところ。から、もっと言いますとね、テレビ局でこんだけ話せたとか、どっかのとこでこんだけソーシャルディスタンス出す、駅でね、駅でね、僕、ベンチに座ろうと思ったらね。 ここに一個しるんですよもう一個開けろとあなるほどなとただまあ喋らないじゃないですかこっちは知らん人やねんか新幹線乗ったんですよこことここ知ってる人でこっち知らん人やった場合に喋りますやん全然ソーシャルディスタンスしてない新幹線も何もベンチと駅のホームのベンチと新幹線と これ何がちゃうんやめっちゃええ加減んじゃないですかええ加減というかまあそれぞれのところの判断でちょっとでもとは言ってるんでしょうけど結局言われたことを信じなくなっちゃったじゃないですかそうそう本当にみんな日本人はやっぱりすごいいい文化持っててちゃんと技術守ってマナー守ってっやってたのにちょっとね。 ワクチンパスポートや言うて2回売ったら大丈夫やって言うてたのはまあもちろん新しい株が出てきたからなんだけどもう,もうそんなん停止って言われたりとかも,のはもう信じられへん中ででも結局自分の身を守ろうと思ったらまあさらもう全く一人で全部場でバーであの自炊してとかいうことでやるのも一つかもしれへんけどもう街へ出りゃね かかんねんから。ウーバーなんて、ウーバー持ってきてる人が、ほんなどこまで消毒してんのか、おやってくれるんかっていう話になってきますよ、そんななんて。あまあ、そうですわね。もう、やったら国が、政府が全部、あの、ロボットで、やだから、もう、空から飛ばして、ドローンで。ドローンで飛ばしてやってぐらいまでいかへんかったら、あの、すごいね、上目だけのところがこっちに見えるんです。そうですよね。ま例えば、前回の時でもそうですけども、夫婦でやってるとこの飲食店、従業員10人かかれてる飲食店。 値段一緒っ,って、そりゃおかしいでって、うん、だから一般の人も思うし、えー、今回に関しては、飲食店ばっかりなんでやねんと。いや、そんなにいつまでそれを言うねんって思って、ね、もあの僕の黒田にね、長、えー、させていただきました、ね、友達は言うたら、えー、魚屋さん、魚、えー、漁師やってるわけじゃないですか、えーで、一人漁師でそんなに儲かるわけでもないのに、うん、で魚取ってきた。だこれね 店やれへん方売れ方売へんので,すよ、ええ、でも彼らには別にそこのには入らないわけですよね全部つながるんじゃないですか、ええ、なんでその飲食店だけって言ったらなると思いますよ,、ね、りますよで、うん、結局今で言うと感染経路の半分ぐらいは家庭内なんですよ、うん、で飲食店であろうというのはまあ大体2割あるかないかぐらいなんですよね、うんうん、なのにうまあお酒飲んだらかんって言われるまだかだ 言われるままにやるっていうことは、もう結局、外で飲まずに、家で一人で飲んどけって、で、あのね、やっぱり単身赴任の人、はいで、独身の男性も女性も、えーうん、今までやったらちょっとまあ友達と行ってたりとか、はい、まあ女の子だ、女の子同士行ったりとかして、えー、いっぱいいますやんか、うん、田舎から東京行ったりだとか、えーね、今までやったらなんかこう、ね、友達と遊ぶこともできたけど、うん、ピタッと止められたらね、えー、あの無音の中にゴンと入れられたみたいになって。うん やっっぱうつに入っちゃうんですよね、うん、でそれは多分精神的なことだけじゃなくて相変、うん、さないけどやっぱり体にも絶対に思きま,ますし、うん、でかといって今の病院の状況を見てたらちょっと調子が悪いその、えーね、コロナとは関係のないこと、まあ、それこそが,がんであったり他のこともそうやけどもう病院へ今行きにくくなっちゃってますから、うん、そうならへんようにするためにはやっぱり。 免疫を上げる免疫を上がるためにはどうしたらいいんや免疫を上げるために、まあ、そうしたら結局お医者さんの仕事なくなるんですよね、うん、お医者さんの仕事がなくなって製薬会社の売り上げが下がることをせえへんことを、うん、お重きを置いてるんちゃうかと思って見てまうんであのー、去年かなおととしかな あのなんか看護師さんが一斉に200人辞めた大学あの病院ありましたやんか、あね、で僕があの知り合いがあそこ一人辞めた子が一人おってね、<ー>やってられへんと、うん、上ばっかり儲かると、うん、自分らはもう朝から晩まで働いてんのに、もうちょっとの金やのに、上ばっかり儲かると、ええ、だからみんなで連名て辞めたでしょ、ええで、あれってコロナ関係ないんですよ、うんええ、はっきり言うて。ええええ、ね もともと元来、その上ばっかり儲かるようなシステムになってるところもあるんやから、そこもまずね、政治家はあのメス入れていかないと、ええ、正直な話、病床も大事やけど、うん、看護師さんに対しても、ええ、やっぱり国ちゃんと見たらんと、あかんのだから、給料上げるって言うて、上げますって言うて2000円とか3000円とかな、とかな馬鹿にしとんのかと思わ、ねね、どこに使っとんねんってあるからね。ね ここは本当にあの、もちろん経済回さなあかんのも大事ですよ、もちろん僕も分かってますけども、も、ええ、この状況の中で、えー、医療関係の方と、やっぱり保育士さんとか、うん、と今、うん、じゃこれなんでやめてくれてやっぱりね、やっていけないぞ、ええ、介護士さんとか、はい、介護士さんに関しても、結局、上だけ儲けて、下の人ら、真、うん、ったの人らが、現場で働いてると、全然お金もらえられとなってる状況の中で、ええ、そこ考えていかんと。うん そううい意味でこのコロナももちろん大じゃけど、そこひっ迫したらもうアウトでしょいやもう、そのコロナは結局、コロナでひっ迫してる部分もあるけど、もともと抱えてた世の中の矛盾が、たまたまコロナっていうところで出てきた。小門さんが昔ね、あそこやな、飛行機飛べへんかったんの名古屋の三菱の破綻したっていうか、やめた結局ね、俺、てんこ盛り聞いてる時に、てんこ盛り聞いたとに、あれ、 コロナ関係ないんちゃうかと、もともと金破綻してたけど、コロナのせいにしてるだけ、これ、今、企業多いのよ、だから、だから今、病院がって病院があってけど、その200人辞めたところも、コロナの前からもう言われとったんやね、ちゃんとお金持ってやったら、いや、私はもう責任持ってやりますってやるけども、コロナになって忙しなりすぎて、余計前から思ってたけどってなったわけでしょ。なんかねコロナのせいで ううまあそれした方が楽なんですよだってまあそういうたらまあ僕はもう放送に今出てへんから偉そうに言いますけど放送局だってそうじゃないですか看護師さんよりももっとひどい条件の中で AD さんがいてで頑張ってやっても AD になられへんから言うてやめていく人いっぱいいるわけじゃないですか。 あるもんな居酒屋でもコロナでさっぱりですわってお前どこ客が入ったかって見たことないないかみたいなもともと赤やないかええ過去言うなみたいなさ掃除なああそうですねだからおっしゃる通りにもう個々にしかないのよ俺よく正直な話国がどうのこうのより個々の判断でいや僕は怖いんでやめときますとか。 できるじゃないですか、ええ、もう大人は、子供がどっか行きたい、いや、ちょっと待っとけと、うんうん、もう今あの、コロナのこんなになってるから、もう少し待っとっていう、ええええ、もうね、日本人やったら、個々の判断で。ええ 俺はええちゃおうかなと思いません、うんでまあ、そうあるべきですよ、まあ、それはまあ宇宙車、宇宙、うん、他変の判断も,ん、ね、もう全部ね、うん、でそれを、まあ、その人なりの考えがあんねんから、まあ、やいのやいの、まあもちろん良かれと思ってアドバイスしてあげることは、まあ、それは別にいいとしても、うんうん、それはもう人それぞれだしでやっぱり僕はもう笑ってもう免疫力を上げるもうお風呂入ってる時に笑うんですよ。 15秒間で。気持ち悪いですね。でっかいおっさんが。<laughs> はい。さすがに、風呂やったら誰もおれへんから。コロナちゃうのに救急車は割れますよ。でっかいおっさんが。15秒間笑うのって結構大変、<laughs> 結構大変ですよ。怖いね。今ここで言うと<ー>い、いきますよ。15秒間いきますよ。3、2、1。<laughs> 1> <laughs> <laughs> まだ5秒でしょ。はっはは。 まだこれで10秒で、ね、<ー> <laughs> 15秒。これは隣におったらね、うん、本当にあのあれ悪大官がおんのかと思いますけど、ね <laughs> 悪。悪悪代官悪大感があ、あの小判を戻るんかみたいな笑い方。<laughs> マクよのって。